でずっとこのネットでも言われてきた、あの総合支援資金を3ヶ月さらにね、まあ、なんとか6ヶ月から9ヶ月になって、9ヶ月から今度12ヶ月にあと60万円分ですね、拡充することも、もうぜひやっていきたいと思いますし、18日の時点で玉木さんがあの自分のチャンネルでこういうことを言っています。あのもうその総合支援資金12ヶ月はないよって、もう厚生労働省が発表した後にこう言ってるんですよね。まだ諦めない、まだあのチャンスある、まだ翻せる、今回の19日のあの経済対策があまりにも弱いから、あのこれが通るって可能性はなくはないと思うんですよね。ちなみになんですけど、19日に発表されたものをちょっと振り返っていきたいと思います。じゃあこの次どうぞ。皆さんご機嫌を。19日の政府が発表した経済対策、まあひどいですよね、まあ、僕らからしてら、医療体制強化でワクチン接種促進、売上減少の事業者に最大250万支給。これってさ、あの不正がありまくったやつだよね。でも250支給するんだね。で、住民税非課税世帯に現金10万給付。これ意味ねえから、これマジで意味ないから。これあの要は住民税非課税っていうのは年収が100万以下だから、そんな人たちは生活保護に行けばいいだけで、10万給付しただけで、あの要はさ、あの大怪我してるところになんか絆創膏とかさ、消毒液差し出してるのもで、困窮する学生に、緊急給付金10万円支給、まあ、これもよくわかんないんだよね。まあ、これが悪いとは言わないけど、これがあるならば、あの非正規の人にあの何とか給付しなさいよって話なんだよねって思いました。でちょっとあのカズレーザーの記事が良かったので、そこを紹介いたします。でカズレーザーの記事なんですけど、18歳以下10万円相当給付、住民税非課税世帯、ワーキングプアな人への給付を最優先すべきって、まあ、このタイトルの通りですよね。で児童手当の仕組みと同じ年収960万の所得制限を導入する方針、共働きの場合は所得制限が原則として年収の多い方で判定される仕組みに関しては野党からの異論も出ている。でカズレーザーは18歳以下への給付っていうのは、給付というシステム上一番最初にやるべきという優先順位はそんな高くないと僕は思っていて、やはり住民税非課税世帯とかワーキングプアな方々へ給付を一番優先すべきと言っています。住民税非課税世帯っていうのは本当にさ、あの悲惨な状態だから、まあ、そういう人たちはちょっと言い方悪いけど生活保護に行けばいいと思うんですよね。まあ、生活保護に行くってことは悪いことでも恥ずかしいことではないと思いますんで、それは所得でわかるので、給付して税金としてまた納めてもらうっていうのは法的にダメなんですかね。問題点があるんですが、それが一番早く急ぐことができる方法だと思う。須藤元気とかもこういうね、あのとりあえずお金配っちゃって、後で、あの、税金で納めてもらえばいい、多い人はとかね。それをやった上で約束した18歳以下への給付も行ったらいいと思いますって、まあ、この通りだと思いますね。とりあえず、あの、単身世帯のワーキングプアとか、非正規の人で、あの、仕事で、その、やられちゃった人、失業した人、あの、給料が減ってしまった人に関してのケアが何もないっていうのはひどい話だと思いますよね。だから、その、冒頭でお伝えした、あの、総合支援資金しかもうないよねって話ですね。あと、生活困窮支援金の方が、緩和する、言っときながらも19日で発表されてないんですよね。それもなんか曖昧のままなんか時間だけが過ぎていくのかなって、後から決まるのかちょっとよくわかんないんですけどね。とりあえずあの19日に発表された経済対策で何一ついいものはないですね、結論ですね。まあこれが自民党なんですよ。ありがとうございました。